こんばんは。いつも配信見てくださってる方々ありがとうございます。こんばんは。会長さんこんばんは。つっちーさんこんばんは。たかのりさんこんばんは。むとさんこんばんは。ともやさんこんばんは。しんさんこんばんは。はにーさんこんばんは。かおりんさんこんばんは。なとまきまきさんこんばんは。なおきさんこんばんは。ファニーさんこんばんは。こんばんは。負けた。戦いがすごい。こんばんは。これ全体を映そうとして、ギターを映してくださいという、要望が、たくさんいただいてたんですが、これ全体を映そうとすると、今度は後ろに下がらなきゃいけなくて、コメントが見えなくなっちゃうんですよ。だから、で、下に置いたら置いたで顔しか見えんし、でも上に下上に下で、もうギターオンリーになるし、どうしようと思って、もうギリギリのここにしました。もうどっちも微妙だけど、申し訳ございません。まー、あ、さんこんばんは、班長さんこんばんは、どぶろくさんこんばんは、上向きの蛇口さんこんばんは、りょうさんこんばんは、ひろさんこんばんは、こけしさんこんばんは、ぎおさんこんばんは、ふせありがとうございます。たきましーさんまたまたこんばんは、けんさんこんばんは、DJ ツルーさんこんばんは、ふせありがとうございます、ロバナミさんこんばんは、クラリスさんこんばんは、千尋さんこんばんは、どんちゃんさんこんばんは。そう、女子高生、今日からね、女子高生です。よし。朝行きましーさん。そうですかね、顔が見えた方がいい。じゃあ、この位置にしますね。竹雄さんこんばんは。皆さんこんばんは。アナキンさんこんばんは、X ジャパンさんこんばんは、ワートさんこんばんは、JK ちゃんです、JK ちゃんです。枝豆さんこんばんは。何度も何度も買ってもらった制服を着て、すごくウキウキしています。ニヤニヤしてます、すごく。だって制服が可愛いんですよ。制服、あの、あの、じ、じ、自分の顔見てニヤニヤしてたら気持ち悪いから、制服だけ見てニヤニヤしてるんですよ。あ、女子高生やと思って。なんかウキウキします。よし。むさんこんばんは。山田さんこんばんは。M さんこんばんは。みなさんこんばんは。ゆあさんこんばんは。よっしゃ、遅くなりました。オリジナル曲からいきますね。皆さん見てくださってありがとうございます。そう、今日はエイプリルフールですよ。すっかり忘れてたけど、今年は誰からも嘘をつかれませんでした。よし、では、いきます。逃げ出すことは簡単だ。逃げてる自分が大嫌い。
あるとっと自分しオリジナル曲自分次第でした。聴いてくださってありがとうございました。そうね、クラリスさん、新しいスタートにぴったりですね。ね、頑張らないとね。よし。こけしさん、月の雫お願いします。ありがとうございます。ベイさん、こんばんは。タナくんさん、こんばんは。白井さん、こんばんは。サイケマシンさん、コードブルーの、あ、花火、ありがとうございます。了解しました。ワートさん、名古屋行きお願いいたします。ありがとうございます。だと言ったら、あれ？名古屋駅が最初なのか。そうなりますね。名古屋駅が最初か。で、ケイトさんの、オーマイリトルガール、ルー。レオさんの、廃棄15の君へ。と、最強マシンさんのドリカムっていう順番ですね。っていう順番になります。じゃあ、名残雪からいきますね。よし。ワートさんお待たせしました。ミルクさんの名残雪いきます。はい、では行きます。汽車を待つ君の横で僕は行きます。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗イルカさんの名残雪でした。ワートさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。ポコポコさんこんばんは。ヤーリーさんこんばんは。JK って、あ、そっか、 JC より JK やと、バチで皆さん分かりますか？ JK か女子高生、どっちも同じで、あ、どっちの方がいいかな。一応パッと見、あ、女子高生やって、JC やと、ん？って方が多かったんで、JK やと分かるかな？え、JK にしてみましょうかね、じゃあタイトル。カビゴンさん、こんばんは。録音しました、ワットさん。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんで、たくさんプレゼント、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。こけしさん、JC の時と滑舌が変わらん。JC から JK にいきなり滑舌が変わったらすごいよ。じゃあ、レントさんこんばんは。じゃ早速ね、次のリクエストいきたいと思います。オーマイリトルガール。キートさんリクエストありがとうございます。お待たせしました。よし。君の髪を撫でながら。あれ？これ昨日歌ったっけ？いきます。尾崎豊さんのオーマイリトルガール、ケイトさんリクエストありがとうございます。撫でながら君の髪を撫でながら、あれ？ぼんや
れと。オッケー、いきます。では、オーマイリトルガール、尾崎豊さんのオーマイリトルガールいきます。君の髪を撫でながらぼんやりと君を見てるよ。甘えた声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君を。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。尾崎豊さんのオーマイリトルガールでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ケイトさんリクエストありがとうございました。皆さんパチパチたくさんありがとうございありがとうございました。プレゼントもたくさん、あ、金の風船ありがとうございます。風船たくさんでありがとうございます。ケイバヤサさんこんばんは。アキさんこんばんは。マッシュさんこんばんは。ハートありがとうございます。あ、今日大人っぽい、落ち着いてますね、落ち着いてます。あ、今日雰囲気違いますか。髪の毛から、髪の毛っていうか、高校生になったからかもしれない。そんなにいきなり変わったりしないけど、 ありがとうございます。ポンポコさん、チェリーありがとうございます。どっちかな、スピッチさんかユイさん、スピッチさんかな。だよし、じゃあ次がレオさんリクエストありがとうございます。背景15の君へ行きます。レオさん、いらっしゃいましたね、いらっしゃいますね。背景15の君いきますね。少々マイクとか言ってももうお待ちください。なんか去年 なんかエイプリルフール、皆さんどんな嘘つきました。あんまつくもんじゃないけど、どんな嘘つきました。例えば私はなんか弟に明日東京行くよっていう嘘と、弟に、もう一個下の弟にドラえもんが来るよっていう嘘をついた覚えがあります、去年は。よし、じゃあレオさんリクエストありがとうございます。背景15の君へいきます。アンジェラアキさんのいきます。背景この手紙か、いきます。1,2,3。背景この手紙読んでいる、あなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙なら、素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣けそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて、苦しい中で今を生きている。ありがとうございました。アンジェラアキさんの背景15の君でした。ありがとうございました。レオさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よし。お魚、お肉どっちが好き？お魚、お肉。やはりさ、どっちも好きですね。お肉やったら生姜焼きやし、お魚やったらサバの味噌煮です。どっちも好きです。今日メイクしてますか？ちょっとだけしてます。まつげとリップだけですね。そんだけしかしとりません。サントンさん、こんばんは。綺麗になった。嬉しいです。高校生になったからかな。関係ないかな。はい、金の風船ありがとうございます。ポンポコさん、スピッツさん、スピッツさんですか。お了解しました。タッカポンタさん、こんばんは。ほら、やっぱ、モカカだって出とる。出とる、出とる。ダモンさん、こんばんは。メガホンありがとうございます。皆さん、たくさんプレゼントありがとうございます。よし、じゃあ、次、いきますね。ねえ、ドラえもん来てほしいですよね。クラリスさん、弟ちゃんだって信じた。もうバリバリ信じてましたよ。すごく。嘘？行くの？東京みたいな感じで。すごく、バリバリ信じてました。まだ、すごく信じてました。で、ドラえもん来るよって言ったら、ドラえもんって。まだ4歳だったので、すごく信じてました。本当です。録画したかったぐらい。ゆうちゃんさん、こんばんは。S さん、こんばんは。エリさん、こんばんは。ゴジラさん、こんばんは。よっしゃ。次が、ドリカムさんの何度でも最強マシンさんリクエストありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、何度でもいきますね。ではいきます。最強マシンさんリクエストありがとうございました。ドリカムさんの何度でもでした。ありがとうございました。びっくりなりそうな予感。予感当たってたらいいな。でも今日行ったら嘘になっちゃいますよ。なんかちょっとドラえもんになっちゃうけど、またなんか嘘を本当にする針千本伸ばすっていう道具があったんですよ。それがあったら、嘘言ったことが全部本当になるみたいで、欲しいですね。よし。こんばんは。ダーメラチさん、こんばんは。アイラブリクエストありがとうございます。もしかして、実家が来ちゃうかもしれませんが、その時は、また、リクエストしてくださるとありがたいです。ハートありがとうございます。カルジーさん、こんばんは。いましたね。申し訳ないです。なんかいつも、なんか、どなたにこんばんは言ったか言ってないか言ってなかったら申し訳ないです。石川さん、こんばんは。ゆあさん、こんばんは。いましたね。じゃあ、次、いきますね。次、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 次。
待って消えちゃった、待って消えちゃった、下の方が消えちゃった、どうしよう。初めなんて書いてあったっけ。月の雫、武藤さんの月の雫までは書いて、まだ残ってるんですけど。なんだ、レンタさん片思い確かそうでしたよね。あれ、あ、片思い上の方にあった。あれ、武藤さんの前にリクエストくださった方覚えていらっしゃいますでしょうか。とりあえずどんどん消えてっちゃうから、あれ、武藤さんない、月の雫か、月の雫いきますね。申し訳ないです。下の方にリクエストください、初めの方にリクエストくださった方申し訳ないです。また教えてくださるとありがたいです。待って、片思い、片思い、片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 、くださいね。ポンポコさんチェリーで、片思いがレンタさんで、待ってくださいね。そうですね。いきます。オッケー、じゃあ、時間がない。月の雫いきます。月の雫ね、月の雫、月の雫。時間が、少々お待ちくださいね。すごい、皆さん いじりますね。よし、じゃあ、月の雫いきます。ルイさんの月の雫いきます。ありがとうございます。待って コメント見たら笑えてきちゃった。 OK、 いきます。いかにやにやするとダメなの。いきます。月の雫、ルイさんの雫、月の雫でした。元さん、あと、お二方、リクエスト、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。楽しそうですね。フォローしてきますね。すごくありがとうございます。こんばんは。見てくださってる方々、ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ポチドさん、こんばんは。ヨッピーさん、こんばんは。銀刀さん、はじめまして、こんばんは。
カタカタカタ、皆さんカタ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 書いてある。たぬきさん初見です。ありがとうございます。おし、じゃあ、そう、花火、そう、花火、ナイス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 、最強マシンさん、花火ですね。あ、そうだ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 、花火だ、花火、あきさんありがとうございます。おし、じゃあ、花火いきます。次、もう本当だ、本当にすみません、なんかすごく聞きづらい。花火いきます。ミスター・チルドレンさんの花火らじゃない。花火。よし。佐伯マシンさん、リクエストありがとうございます。では、コードブル、じゃあ、ミスター・チルドレンさんの花火いきます。よし。オッケー。で、花火、スピッツさんのチェリー、片思いでいいですね。オッケー。では、いきます。どれくらいの値打ちがあるだろう、僕が今生きてるこの世界、全てが無意味だって思える、ちょっと疲れてんのかな、手に入れたもんと引き換えにして気にしてたいくつも、いちいち憂いでいれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもない、その問いかけは日常に掘られて、泣いたらなんて言うかな、暗いと茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて僕の憂鬱が吹き飛んだらいいのに、決して捕まえることのできない花火のようだとしたって、もう一回僕はこの手を伸ばしたい、誰も皆悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願っている、臆病風に吹かれて波風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。はい、ありがとうございました。最強マシンさん、リクエストありがとうございました。ミスターチルドレンさんの花火でした。リクエストありがとうございました。お待たせしました。ちょっと、だ、じゃあ、あと、1曲、2曲で終わりたいと思います。すみません。本当、あと2本にリクエストしてくださった方々、たくさんリクエストありがとうございます。また後日歌わせていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、スピッツさんのチェリーで終わろうかな。クエストありがとうございます。今来たばかり。じゃあ、あと2曲にしますね。じゃあ、チェリーと、あ、どうしよう、でも、じゃあ、スピッツさんのチェリーと、片思いで終わります。リクエスト片思いは、レンタさんですね。あ、置いとった。レンタさん、リクエストありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、レンタさんのリクエストの片思いまで、レンタさんまでいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますか。よし、じゃあ、チェリーさんのスピッツいきます。ポンポコさん、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。
じゃあスピッツさんのチェリーいきます。ポンポコさんリクエストありがとうございました。奥さんとの思い出の曲だって言ったんでしたね。奥さんとの思い出の曲、そんな大事な曲を歌わせていただいてありがとうございます。チェリーさんのスピッツでした。あ、間違えた。スピッツさんのチェリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ最後は片思いでね終わりたいと思います。レンタさんありがとうございます。その後にリクエスト、アイラブとかね、リクエストくださった方ありがとうございます。申し訳ないです。また明日を出していただきます。ありがとうございます。こんばんは。やかしさんこんばんは。こうさんこんばんは。かかんさんこんばんは。こんばんは、皆さんこんばんは。愛しのエリ歌いますよ。のりささんこんばんは。また明日になりますがよろしいでしょうか。リクエストありがとうございます。ねえ、高校生、ねえ、もかか誕生よ。ねえ、ね、うるさいのが誕生しちゃったが、ね、ね、本当に喋ってるときうるさがったらごめんなさいね。音楽の定力がある。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。たぬくんさんこんばんは。よっしゃ。わたぽてさんこんばんは。スナイデルさんこんばんは。まったんさんこんばんは。皆さんこんばんは。わたぽてさんこんばんは。今夜が山田さんこんばんは。よっしゃ、いきますね。で最後、例えば片思い、エメさんの片思いで終わりたいと思います。リクエストありがとうございます。うん、来ました。あらわ、なん底力か、もう本当にアホ。よし、もうすみません、底力です。なんでちょっとさ、体力ってなんやろなって思ったんですけど、底力ですね。ありがとうございます。はい、クラリスさん、チェリーさんのスピッツでした。ありがとうございました。よし、じゃあ次はエミさんの片思い、うわ間違いない、チェリーさんの片思いで終わりたいと思います。レンタさんリクエストありがとうございます。お待たせしました。じゃあ行きます。例えば君の、間違えた、もう一回いきます。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る。歓声もいらない。君だけ分かってよ、分かってよ。誰よ、夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。誰よ、夢が叶ったの。愛が溢れてゆく。
忘れてしまってもちょっと辛いけど、それでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから、生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ、僕の思い心は君にいつも片思い好きだよ、分かってよ分かってよ分かってよ Darling you ありがとうございました。エミさんの片思いでした。ありがとうございました。レンタさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。そこでからね。初めてだと思います。皆さん、定力って読んだ人。レンタさんありがとうございました。皆さん、たくさんプレゼントパチパチありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。チラッとくるさ、こんばんは。ビッグさん、こんばんは。モミカさん、こんばんは。すみません。ちょっとしか、聞けなかったと思います。申し訳ないです。ちょっとの間でしたが、聞いてくださってありがとうございました。タナくんさん、花火をありがとうございます。皆さんもたくさんプレゼントありがとうございます。なんか、どんどん画面が下に下がってきてるような気がするんだけど、気のせいですか、これ。ねえ。よし、じゃあね、たくさん、すごくハプニングがありましたがね、楽しんでいただけてたら幸いです。ね。今ね、家ですごく引きこもってると思うのでね、ちょっとでも笑える時間があったらあったら嬉しいです。その時間になれたら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあね、今日はこだわりたいと思います。いつも見てくださっている方々ありがとうございます。今日もありがとうございました。今日初めて見てくださった方々ありがとうございます。お気軽にフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。リクエストくださった方々もありがとうございます。また、歌いきれなかった曲は後日歌わせていただきます。ありがとうございます。じゃあね、終わりたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おつもかでした。バイバーイ。お疲れ様でした。やっぱ画面でこれ下がってる。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。